ジェームズ・フランシス・キャメロンは、カナダ出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、探検家。身長188センチメートル。老い立ちカナダのオンタリオ州、カプスケーシング生まれ。祖先は、スコットランド系。父は、電気技師。母は、アマチュア画家。幼い頃から母に芸術名を応援され、美術には才能を見せていた。15歳の時に、 2001年宇宙の旅を見て自作の宇宙船やプラモデルを使い16ミリカメラなどで実験映画を撮り始めるカリフォルニア州オレンジカウンティに移りカリフォルニア州立大学フラトン校に入学当初は海洋生物学と物理学を専攻していたがトップになるには数学の能力に欠けていることを知り英文学に変更する大学中退後2年後 大学を中退して結婚し、小さな家に移り住む。トラック運転手などで生計を立てていたが、1977年に封切られたスター・ウォーズを見て仕事を辞め、再び映画制作に没頭する。そして友人と共に1978年、35ミリの短編 SF ジーノ・ジェニシスを制作する。この短編がきっかけとなりロジャー・コーマンのニューワールド・ピクチャーズに入る。 1979年、初仕事は、ロックンロールハイスクールでの雑用係だった。監督デビュー、宇宙の七人など、いくつかの作品のスタッフとして関わった後、デビュー作、殺人魚、フライングキラーを監督するが、撮影の終盤で、プロデューサーに交板させられ、作品の完成にまで関われなかった。このため、キャメロンは、今でもこの作品については、触れたがらない。 次に、ターミネーターの脚本を書き上げエージェントに預けると、ハリウッド中の映画会社から注目を浴び、エイリアン2と乱暴、怒りの脱出の脚本を依頼される。その後、ターミネーターを自ら監督し、世界中でヒットを記録したことで一躍その存在を知られることになる。続く、エイリアン2も大成功を収め、全世界で1億8000万ドルの興行収入を上げる。 深海を舞台にした SF 映画アビスでは不審に悩まされるも1991年自身が監督した映画ターミネーターの続編ターミネーター2が大ヒットし全世界で5億6000万ドルの興行収入を上げるさらに1997年アカデミー賞11部門を受賞し自身もアカデミー監督賞を受賞したタイタニックが世界映画史に残る 大ヒットを記録。2009年には12年振りの劇場用、監督作品となる 3D 映画、アバターでその工業収益記録を自ら更新し、全世界の歴代工業収入、そしてアメリカ国内の歴代工業収入は1位が、アバター、2位が、タイタニックとなった。2010年に、イギリスのガーディアン氏が選ぶ、ハリウッドで最も影響力のある人物で、 1> 第1位となる。1990年代前半に制作会社ライトストームエンターテインメントと SFX 会社デジタルドメインを設立。2011年 3D の新会社キャメロンペースグループをフュージョン 3D カメラ共同開発者であるウィンスペースと共同で設立。幻の作品1991年ターミネーター2の次回作としてダニエル・キースのノンフィクション 24人のビリー・ミリガンを原作としたジョン・キュー・ザック主演ザ・クラウディド・ドルームを定予算のアート系映画として企画するが対策を目指すプロデューサーのサンドラアーからと衝突し自ら降板するスパイダーマンの企画が持ち込まれた際子供の頃から大ファンだったキャメロンは脚本を執筆しそれを読んだ原作者のスタンリーも誰もが知っているスパイダーマンでありながら 実に斬新でフレッシュなストーリーだ。と絶賛したが、スパイダーマンの権利を持つ複数の会社の間で法廷闘争が起き、原作を発行するマーブルコミックスが倒産するなど混乱状態となったため、キャメロンは降板した。その後、ソニーピクチャーズが全権利の獲得に成功し、サムライミ監督の手によって映画化された。 キャメロンの脚本は使われていないが、主人公の体内でスパイダーウェブが生成されるというアイディアは、キャメロンによるものである。トゥルーライズには、準備段階まで進められ、アーノルド・シュワルツェネッカー、トム・アーノルド、ジェイミー・リー・カーチスの出演契約も結ばれたが、9.11、テロの影響で企画は中断した。キャメロンは、 テロリズムをコミカルに扱った映画はもう作れないとインタビューで答えている。私生活高校の同級生だった一般人のシャロン・ウィリアムズと1978年に結婚、1984年に離婚。映画プロデューサーのゲール・アンハードと1985年に結婚、1989年に離婚。直後にキャスリン・ビグローと1989年に結婚。 1991年に離婚。1993年にターミネーターシリーズの主演女優であるリンダ・ハミルトンとの間に娘が生まれ、1997年に結婚。1999年に離婚。2000年、タイタニックに出演したスージー・エイミスと結婚。現在は二児の父、オシー・マモルとは交友があり、ファンでもある。作品ではパトレーバーシリーズ。 ゴースト・イン・ザ・シェル、広角機動体を高く評価している。タイタニックを制作中、CG の制作要因として、プロダクション IG のスタッフの引き抜きを検討している。俳優の藤岡博士とも交うが深く、キャメロン、サムライと呼び合っている。資産2010年12月、経済誌、ホーブスが、エンターテインメント業界で最も稼いだ人物を発表し、2億1、 レドルを稼ぎ、2位にランクインした。2011年2月、バニティフェア氏が最も稼いだ映画関係者トップ40ランキングを発表し、2億5 700万ドル稼ぎ、1位に選ばれた。このランキングは、プロデューサーや監督、俳優など、映画制作に関わった人を対象にしたもので、広告収入や CM 出演料など映画とは、 無関係なものは省かれた上で、バニティフェア氏の独自調査に基づいて制作されている。同志の2010年にハリウッドで最も稼いだ人たちでも1位に選ばれている。ターミネーターの権利関係、ターミネーター制作時、その権利は制作会社とキャメロンが接半した。ターミネーター公開後にキャメロンは自分の所有分を同作のプロデューサーであるゲール・アン・ハードに1ドルで、 譲り渡している。その後、ハードは1990年代に、自らの所有する権利を別の制作会社に700万ドルで売却した。そのため、ターミネーターの続編が、キャメロンの関与なしに、相次いで作られるようになった。ターミネーターに以後の作品にも、キャメロンの名は、クレジットされているが、作品制作には携わっていない。ターミネーター4では監督のマック・ジーが完全に、 非公式なものと断った上で、キャメロンに個人的な相談をして、アドバイスをもらったことと、彼の推薦でサム・アーシントンを起用したことを明かしている。また、ターミネーター、新起動、ジェニシスではキャメロンが、ストーリーのアイデアを出していた。しかし、2019年に公開された、ターミネーター、ニューフェイトでは、ターミネーター2の正当な続編と位置づけてキャメロンが、 作品制作に復帰した。シリーズの映画化権は、ジェニシスの制作会社スカイダンスプロダクションズの設立者で、映画プロデューサーのデビット・エリソンが所有していたが、この権利は2019年に切れて、キャメロンの元に戻ることになっている。概要監督をした映画のほとんどは、スケールの大きなアクション中心のエンターテインメント作品であるが、本人も、 ハイテクニックを駆使したエンターテイメント作品と自身の映画を語っている。また、自身の作品はすべてラブストーリーだとも語っている。自分の監督する作品に対しては完璧主義として知られ、自身のドキュメンタリー番組や評伝の中ではごく詳細に語っている。リアリズムの追求特筆すべき彼の特徴として、徹底してリアリズムを追求する点が挙げられる。 タイタニックでは巨大な船のセットを岸壁から見て右になるように作ったが、史実では岸壁から見て左であり、その点を解消するためにセットの文字を全て反転させ、最後に映像を反転させて史実に習うよう編集した。ミリタリーマニア SF、潜水などと同様、作品に反映されているキャメロンの思考の一つにミリタリーマニアがある。この思考は、 ターミネーターでの重宝店での天使とのやり取りや、銃器の改造の仕方、脚本を担当した乱暴、ランボ怒りの脱出の銃器描写などで見て取れる。また、エイリアン2では、海兵隊の装備として、トンプソン M1 をベースにグレネードランチャーを装備した、パルスライフルや、MG42 をベースに、スティリカムと組み合わせた M56A にスマートガンなど、当時実在した銃器をモデルにした。 架空の銃器を考案し、登場させている。脚本家映画作品では、基本的に脚本も自ら手掛けており、後の監督としての苦労を考慮すると創作の幅を狭めることになるため、その部分を押し殺して自由奔放にストーリーに没頭すると語っている。画力にも優れており、ターミネーターの内骨格や殺人ロボット HK、エイリアン2のエイリアンクイーンや、 パワーローダーなどのコンセプトデザインを自ら手掛けたほか、タイタニックに登場する主人公、ジャックのスケッチもキャメロンの筆によるものである。環境問題環境問題に熱心に取り組んでおり、世界15カ国にそれぞれ100万本の木を植えることを企画している。2010年4月、ブラジルのアマゾンに計画中のベロモンテ、水力発電ダムの建設反対運動に参加した。 2010年6月には、米連邦当局からの依頼を受け、4月20日に起きた、メキシコ湾原油流出事故、画づりリアルな奥行きを表現した映像を重視している。記者会深度が浅く、奥行きが曖昧になりやすい、アナモルフィックレンズは嫌いだと発言している。そのため、ジェームズのスコープサイズの映画はほぼスーパー35で撮影されている。その他、 合成技術としては古く、廃れてしまったリアプロジェクションやフロントプロジェクションも多用する。その理由として俳優が演技しやすいこと、フォーカスを合わせないので気づかれにくいこと、カメラも自由に動かせることなどを挙げている。3D 作品 2D で撮った映画を安易に 3D に変換して上映することには反対の立場を表明している。3D 映画を作りたいという監督には、 最初から 3D カメラで撮りなさいとアドバイスしています。それが 3D 映画にとってベストな方法だし、3D 映画は 3D カメラで撮るべきというのが私の基本的姿勢です。ただし、タイタニックのような 2D でしか撮っていない映画に関しては 3D に変換するしか選択肢がなく、その場合は正しい 3D への変換技術を使って作るべきと述べている。 探検家3000時間以上の水中滞在記録を持つスキューバダイバーであり、世界各地でナンパ船探索や深海調査等を行っている。また、2011年にはナショナルジオグラフィック協会所属の探検家に就任している。2012年3月26日にはマリアナ海港のチャレンジャー海部地にカズトノリの潜水艇ディープシーチャレンジャーに登場して先行し、 世界最新の海に52年ぶり2回目となる友人選考を果たした。その他考古学にも関心を示しており、自身が制作したドキュメンタリー番組、キリストの質疑では新説を唱えているが、その内容は放映前から波紋を呼び、物議を醸している。エンターテインメントの将来は 3D にあり、3D の未来は中国にあるとして、中国企業と合弁で、 3D 映像制作会社を設立している。日本のアニメ作品にも造形が深い。ギレルモ・デルトロはキャメロンの勧めで見た、おし守るの機動警察パトレーバーが2013年のパシフィックリムに多大な影響を与えたと語っている。逆にキャメロンは1999年頃にデルトロから進められた、機上ゆきとの漫画、ガンムに惚れ込み、 長年映画家権を所有し続けていたが、最終的に2019年、自身がプロデューサーに回る形で、アリータ・バトル・エンジェルとして結実した。補足1988年に、ビル・パクストンのバンドマルティーニ・リーチのミュージックビデオを手掛けている。また、ハリウッド・ミューズ、アントラージュ・俺たちのハリウッド、サタデー・ナイト・ライブなどで、本人役でゲスト出演している。 原爆テーマの作品この作品のために2009年のクリスマス前に来日し、長崎市の病院に入院する山口剛氏に面会した。山口は広島と長崎で被爆した二重被爆者であり、キャメロンは今しか機会がないと面会を望んだという、山口のような体験をした人を後世に伝えるべく映画について語ったとのこと。後の毎日新聞による取材で、 山口はこの映画を作るのは彼らの使命だと期待していることを語った。課題としてザラストトレインフロム広島ザサバイバーズルックバックというのが発表されている。しかし、この作品についてチャールズ・ペレグリーノによる原作の中に関係者からの証言が虚偽だったことによる誤りが多数見つかったことや手記を投用していたこと、広島への原爆投下を扱った漫画、 裸足の弦からの引用があったにもかかわらず、作者の中沢刑事に連絡を入れていなかったことなどが判明し、構想が揺れている状態である。アバター続編キャメロンは公開直後より、ヒットすれば続編は絶対に作る、3作目までのアウトラインは考えている、と語っており、また、同映画の編集技師が、配給会社も、続編を制作させようとプレッシャーをかけていると述べた。 その後、構想が発展して5部作として作られることになり、2022年12月、アバター2、2024年12月、アバター3、2026年12月、アバター4、そして2028年12月に、アバター5が、各年公開される見通し、2017年秋から撮影中、トゥルーライズテレビシリーズ制作総揮に参加、パイロット版の制作が決定し、 ターミネーター4などのマック G 監督がメガホンを取る予定。ありがとうございます。